はい、こんにちは、ちくさぼです。今日はお迎えしてからだいぶ経ったんですけど、紹介してなかった子がいたんで、その子を紹介していこうと思います。いつも引きこもってばっかなのに餌だと思って出てきてますね。今日紹介する子は、おいで、ちょうど脱皮をしている子のザ・アガマっていうような顔をしているロイヤルバタフライアガマさんです。この子をお迎えしてから約3ヶ月ぐらいもう経ってるんですけど、ちょっと最初の方はお迎えしてからなかなか餌を食べてくれなくて、その野菜だったり人工フードだったり昆虫とかをあげてみたんですけど、ちょっと餌食いが良くなくて、一度コオロギを強制的にね口の中に入れたら、そこからなんか食欲スイッチが入ったみたいで、今ではケージに近寄ると餌くれっていう感じで出てくるような子になりました。このロイヤルバタフライアガマを飼ってる人もなかなかいなくて、結構ショップの人に飼い方と聞いたり状況をね相談したりしてたんで、落ち着くまで動画にできなかったんですけど、ようやく元気にご飯も食べて動き回ってくれるようになったんで、この子のケージは前まで野木原バシリスクを飼っていた幅60センチのケージで飼っていて、このロイヤルバタフライアガマは結構潜るのが好きだったり、寝るときは絶対こういうちょっと狭めのシェルターに入って寝るので、こんな感じでヤシ殻もちょっと深めに引いて、で一応半樹状性っていうところもあるので、こんな感じで流木を置いて、ここにバスキングスポットを当たるようにしてます。紫外線ライトはこの上にこうやってつけてます。そしてこの子の何よりの特徴は、成長すると赤と青の綺麗な体色になるんですよね。今現在はちょっと赤みがかった茶色っていう風な色をしていて、この色でも自分はすごい好みの色なんで、このままでもいいなとは思うんですけど、成長するとこんな感じで、こんな色が野生でいたらめちゃくちゃ目立たないってぐらい綺麗な色になります。見てください、このつぶらな瞳、めちゃくちゃ可愛いでしょ。ちょうど餌の時間なんで、この子にコオロギをあげてみようと思います。はい、カルシウムパウダーをまぶした家コオロギを準備したので、これをあげてみようと思います。さあ食べますか。ほら、すげえすげえ、こんな感じで最初の頃全くご飯食わなかったの、なんか嘘みたいにすごい飛びついてくるんですよね。食べ方はちょっと太あごとかそこら辺に似たような、顔から思いっきり突っ込んでくる食べ方しますね。ああ、すごい出てくるじゃん。出てきすぎだよあなた。よいしょ。
こんな感じで恩返した時のちょっと給食気味だったのが何だったのってぐらい食欲が爆発しているロイヤルバタフライアガマさんです。我が家では結構慣れにくい生き物とかすごい荒い生き物、そういうイメージの子も結構いるんですけど、この子はこうやって手やってもこんな感じでハンドリングしてもそのまま落ち着いてくれるぐらいすごいベタ慣れな子です。まあなんか気にしてないって感じが強いですけどね。結構人によっては流木とかこういう登るところつけずにこういう感じでシェルターとかだけ置いて飼ってる子いるんですけど、自分が飼ってみてこういう流木とかでレイアウト組むと結構登ってそこでね、今こういう風にバスキングライトが直接ここに当たるようにしてるんで、こういう流木の上で食後は体を温めて、で温まって落ち着いてきたらこのシェルターの中に隠れるっていう感じで生活してますね。1日の中で結構寝てることが多い子で、こうやってお腹空いた時ぐらいしか活発に動かなくて基本的に寝てるような子なんですけど、すごい顔も可愛くて触っても何にも起こんないし、何よりこのすごい触り心地がすべすべですごい気持ちいいんですよね。この子まだお腹空いてるな、あなた。まだ食えてないね。どっか行っちゃったじゃん。まあ、こんな感じでご飯食べるのはなかなか下手くそなんですよね。まあこの子もあまり飼育の例とかがねネットに載ってなかったり、飼ってる人が少ない子なので結構探り探りのまた飼育になってしまうんですけど、最初は拒食になったりちょっと大変なこともあったんですけど、今のところなんとか飼育できてるかなとは思います。はい、そんな感じで今日は少し前にお迎えしたこのロイヤルバタフライアガマさんを紹介してなかったので、この子の紹介動画を撮ってみました。そんな感じで今日の動画は終わろうと思います。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあさようなら。